みつき、みつ、うん、みつか、みつ、じゃあ私はここ、ここって言います。もう今考えたらすごいね、みつって。なんで calling someone みつ、みつ、うん、ペッツみたいな、ペッツ。妹も今日誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます。と伝えくださいませ。ココミーちゃんが撮るコウキちゃんの写真めっちゃ好きです。イエーイ。ありがとうございます。パパは筋トレ中ですか。多分そうだね。うん。です。早い、見れない、すごい見れない、目が、いやー、わいい。お団子のやり方、私お団子めったにしない。でもするとしても、もうそう、ここまでだから髪の毛がすごい長い。でも私お団子するときいつもあのヘアゴム一つだけでやってます。私二つです。しかも結構頑丈めなやつを使ってしないとブチって言っちゃう、うん、パン。あ、どっちが得意ですか。何が。日本語と英語。私、うん、なんかどっちだろう。でもいつも喧嘩とかになると英語になるよね。うん、なんかその方が多分バッて出やすいのかな。喧嘩が英語です。ヘアカラーしたことありますか。あります。ね、うん、結構私前染めてましたよ、いろんな色に。ね、でもなんかそのずっと染まるやつじゃなくて、なんか一時あのなんていうんだっけ、色がつくシャンプーみたいなやつ使ってなかったっけ、うん、あれそうだっけ、リンスだよ。あ、そうなの。うん、赤とか青とか緑とかえ、そんな色したっけ。うん、なんかすごいピッピ、うん、洗濯物が終わりました。うん、髪の毛切らないの。私2年前にの7月くらいに一回ここら辺まで切ったんですけど、ピッピが止まらない、ちょっと私見てくる。ここぐらいまで切ったんですけど、もうなんか伸びちゃいました。ピッピ鳴ってる。やっぱ聞こえるよ。聞こえる。これどうすればいいの。ちょっと来て。え？来て。目が来て。見せたね。あ、どう。え ？Like。え ？Turn it。え ？Off。電源。何これ。え、なんか押した、うん、何押した、わかんない、どこ押した。ダメだ。え、か、turn the power off。 It is already off。 一時停止した、わかんない。これもう開けちゃっていい。あ、天才かもしれない。できた。ほら、できた、できた、できた。めっちゃフフフフ。足何センチですか。何センチ。 23.5 です。何センチ。20何だったっけ。4じゃない。24だったっけ、うん、です。うーん、お、よいしょ。
身長何センチ、161だと思います。しばらく測ってないです。あ、170です。お互いの好きなところは、うん、ね、何それちょっとはい、こういう機会だから、めったに皆さん、やばわ、恥ずかしい。やだ。なんでね、ちょっと本人の前で言いたくないっていうのあるじゃないですか。そういう系ですね。今日私も誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。家にいても綺麗な服着てますか？私は部屋着です。私はなるべく綺麗な洋服っていうかちゃんと着るようにしてます。私は一回も着替えないです私はね、ずっとパジャママミーとダディに怒られる。ちょっとあなた着替えなさいよあ、見れない。ピアスですか、イヤリングですか。ピアスです。あー、デニム好き、デニム好きです。ズボンの方が履くかもしれないですね。うんうん、でも2人でもどっちかって言ったらココの方がスカートとか持ってる、あのロングスカートと、うん、ロングスカートとワンピース、うん、でも学校とかはもう年がら年中ジーンズとシャツとかな感じです。猫も好き、猫好きです。なんだっけ、スコティッシュフォールドが好きです。妹アレルギーです。そう、猫アレルギーなんですそうだから全然犬派です。私は両派です。マミーの声聞こえましただって。そう、今バブ様がそこにマミーと戯れて、洋服は姉妹でシェアしてますか？あんまりしてないかもしれない。え、そう？でも今日これ借りるよみたいな感じです。してないよ。おー、バブさんダッシュスルーなんて書いてあるの？わかんない。私の方は姉ちゃんに、柄とね、文字の白がね。あ、そうなの、そうなの。全部読んでるだけになっちゃった。うん、私も今じーって見ちゃった。夏と冬どちらが好き？冬ですね。夏？私夏かも。私は冬ですでも冬の方がなんかいろいろ重ねて着れるから、うん、洋服だったら冬かもしれない。夏は脱げない脱げない。それと一番大きな理由が蚊が嫌いです。あー、蚊ね、うん、もう蚊出てるよ。え、今日庭にお水あげてたらなんかすごい、うん、おー、バブ様、バブ様、バブ様、かまってほしいのですか、バブ様。バブ様ですか、陛下。トト、マミ、はい、バブル様が分かった分かった、ね、こっ
ち見てる。バブって名前？バブです。あ、でも本名がバブルです。そう、バブ。バブル。トゥン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 。コーチの長さはどれくらいですか？私の長さ。あ、身長がそもそも違うからダメだ。ウエストまで来ました。私は骨盤、腸骨あたり。ショートにはしないの。ショート、私一回何歳だっけ、小学6、中1ぐらいぐらいにもうこれくらいでした。もうカッ。いや、2人ともそのすごいボブにしたことあるの？ある。楽ちんだった、うん、乾かすのすごい早いっていう印象が、うん、そう、これぐらい長いとね、だいたい12分ぐらいかかっちゃいますね、今だと。じゃあ前髪作ったことありますか？あ、私7歳ぐらいの時に1回パツってやったことあります。姉妹で喧嘩しますか？しますよ。おー、バブさん、バブちゃん、バブちゃんなの？バブちゃん。バブル様が構って。今日入籍します。あ、お祝いの一言ください。おめでとうございます。長くお幸せに。つつつん。花粉症は私ないです。 私あります。でも前より全然良くない。妹すっごいアレルギーいっぱいあるんですよ。でもそ、うん、あるよ。私はアレルギー何もないですね。何なの？あ、食べる。うん、花が綺麗、綺麗、スズランとバラ。何飲んでるの？ミントティーです。あ、やばい、見えてない、見えない、見えない。これ、ここの、あ、その技使うの。見える？うん、私見えない。あ、海は好きですか？よし、読めた。あ、海大好きです。海好きです、ね、でもいつも海行ってもさ、ここ海入ろうって言ってもいつもやだって言われる。え、私海行って寝るのが好きです。すぐいろんなとこで眠くなっちゃう、うん、コメント早い？早いです。ダンダダン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 。お二人の年の差いくつですか？ほぼ年子なんですけど2歳違います。てかほぼ年子って年子ね。あの学年とかだと私今大学1年生で高校3年生なんですけど19歳と17です。うんうん、早生まれだから。うん、毎朝のルーティンは？はい、私毎朝のルーティンは、お水をまずカップ2杯飲ん でその後に蜂蜜と生姜とあとあの温かい白湯で飲んでその後読書するのがルーティンです。うーん、私は起きてワンちゃんと一緒に寝てるんですけど、もうワンちゃんとちょっと5分ぐらいのんびりして
音楽をかけて顔を洗って前髪をピピッと巻いて、そのディテールっていうの、で下に降りてきてご飯を食べます。うん、いつも上から音楽が聞こえてくると起きたんだなと思って、